はい、それでは渡辺雄太郎投手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、昨日はナイスピッチングでした。ありがとうございます、はい、8回6安打1失点105球という内容でした、はい、どんなふうに振り返りますか。はい、序盤結構安打されて、はい、苦しい展開が少し続いたんですけど、5回以降でしたっけ、はい、三者凡退じゃないよ、ヒットが5回以降か、5回以降多分ヒット出てなかったと思うんで、はい、こう尻上がりに、立ち直れたのは良かったかなと思います、はい、その前半 の、 その4回までと、5回以降とご自身の中で何が違ったんでしょうか、はい、大きく変えたつもりはないんですけど、はい、そのバッティングカウントとかで相手がうまく打ち損じてくれたりとか、そういう運もあったと思います、はいはい、でも運といってもやっぱりそれは、ね、実力のうちだと思いますが、はいはい、どうでしょうこのところ、勝ち星がね、はい、この前の日本ハム戦で一つつきましたけれども、はい、どうでしょうご自身のこう自分のピッチングの状態としては、はい、こうかなり上がってきてるんじゃないかという気がするんですがいかがでしょう。そうですね、だんだん、はい、登板重ねるごとに良くなっている感覚はあります。はい、はい、こう自分の中でこうどの辺が良くなってますか。例えばまっすぐにこう力が出てきているとか、はい、変化球がうまくこうコントロールできているとかいろいろあると思いますけど、はい、その辺の手応えはどんなところに感じてますか。結構、どの球種もコントロールできていると思いますか。そのやっぱりなるべく早く先に追い込むことが今できているので、はい、ピッチャー有利なカウントを常に作れている感覚があるので、そういうなんでそういうのができているかというとやっぱりどの球種もある程度コントロールできていることが要因だと思うので、そこが今、はい、いい結果につながっている要因かなと思います。そうですか、はい、なんといっても昨日ですね、5回以降ノーヒットという話がありました、はい、同点に追いついた7回ですね、はい、点を取ってもらった後のいわゆるすぐ後のイニングというふうに言いますけれども、はい、同点に追いついてもらったその直後に、はい、7回の先頭バッターが日本の上川畑、はい、ボール球先行しましたよね。そうですね、はいはい、で3ボールになった時に、はい、その時どんなこと考えました。もうそういう怒ってしまったことは仕方ないので、はい、もうとにかくもう真ん中でいいやと思ってその後3つ続けました、はいはい、ですよね、はい、その後ストライクゾーンに3つ入れて、はい、で三振を奪うという、はいはい、あそこのピッチングというのはこうご自身としてはどうでしょうか。今開き直ってというところがあったかもしれませんけども。そうですね、はい、今までだったら多分あのまま4球連続ボールでフォアボール出したと思うんですけど、あそこで 3-0 からやっぱり三振取れたっていうのは本当になんて言いますかね、自分の成長を実感できる部分といいますか、はい、もう抑えれてよかったなと思います、はい、実は試合前にちょっと渡辺 GM と話をしたら、はい、あそこの雄太郎は素晴らしかったと。これ試合だって言われたでしょ昨日の試合だったというのは。いや、豊田さんには言われたんですけど。あ、そうですか、監督とは試合後は別に喋ったんないです。あ、そうですか、はいはい、でもGM がそこかそこが良かったって褒めてましたよ、はいはい、それ聞いていかがですか。嬉しいですね、はいはい、あそこで本当にランナー出るのと出ないのじゃやっぱり印象も大きく違うと思うんで、はい、良かったと思います、はいはい、それはどうでしょうか。その3つボールが先行してここぞというところでちゃんと3つこうゾーンにボールを投げられたというのは、はい、技術的なこう進歩が自分の中であるのか、それともちょっとこうメンタルの部分なのか、どっちでしょう。僕の場合両方ですかね結構、うん、今までやっぱりフォームの安定性という部分ですごいそこが欠けてた部分があるので、はい、今非常に安定してますし、それがやっぱりフォアボールも少ない要因だと思うんで、はい、そこの点とやっぱメンタル面でもやっぱりその、フォームは安定して球に力が出てきたからこそやっぱり自信を持って投げれてるので、そこからつながってそっちも強気に投げれてるようになってるのかなと思います。そうですか、はい、非常にこうファンも注目して、鍋湯いいよという声もですねあちこちから聞こえてきますけれども、はい、まだまだ後半戦残りねたくさん登板機会あると思いますけれども、はい、それに向けてちょっとファンの皆さんにメッセージも込めていただけますでしょうか。はい、非常にチームとしてやっぱり苦しい状態が続いているのは現状なんですけど、僕ら、ピッチャーとしてはやっぱりやることは変わらないので、そこはとにかくゼロを目指して、はい、
ピッチャーみんなで頑張りたいなと思います。はい、はい、周りからも大体こう鍋湯っていう風に呼ばれてるんですか？いや僕そんなに聞いたことない、まあ、ファンの方に鍋湯みたいな声がけは、そのたまに聞こえるんですけど、はい、そこら辺はそんなに、あ、そうですか、周りではそんなないです、はい、あの先代にこう鍋球っていうのがいたのはご存知ですよね。あれですよね、 GM ですよね。そうです、はい、そうですか、はい、存じ上げてます、はい、じゃあまた素晴らしいピッチングを期待してます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、頑張ります、ありがとうございました。